あのなぜね私たち休めないのかっていうのを考えていきたいんですけども日本人は3大休めないがあるかなと思ってそうですね。でね、まあ昔から休んじゃダメっていうふうに言われて育ってきてるところがあるかなと思うんですけども。そうだねまあ学校教育現場仕事会社とかね仕事の現場それから主婦家庭という現場この3つの現場で。 休むことはいけないみたいだっていうね、うん、そんな教育刷り込みはね、はい、間違いなく受けてると言っていいかもしれませんね,ねだからサボってるとかずるいとかねありますよね、うん、怠けてるとかね、えーうん、でね行くのが当たり前 そう別にそこに何のね思考もなく行くものだだから行けなくなっちゃったね不登校の人とかもうほんとそれで辛い思いをしていると思いますし仕事もねやっぱり行くのが当たり前周りに迷惑かかる責任がとかねいろいろなことを気にして休めないですよねで主婦もそうですよね家にいるとそこが職場なわけですからもう限りなく仕事が降ってくるもうそこら中のものが仕事だって。 じゃあ、休めないっていう感覚に。そうですよ。すごく、まあ、主婦の人はやっぱり切れ間がないから。そういう感覚に陥りやすいかなと思うんですけど。どうですか、清子さんは。休みたい?。休みたくない、どっち?。休みたいというのは、あの主婦を休みたい。っていう。主婦の方を休みたい。それはもう。主婦業を休みたいのね。そうですね、あの主婦っていう。休みたいかって聞かれた時に。やっぱり。主婦。 休むことしか今考えなかったですね。<laughs> ねあの例えば仕事を休んでいいよ。<laughs> うん、まあ私フリーランスなので、<laughs> うん、じゃあ休んでいいよイコールまあ仕事がないなくなるってことなので、<laughs> そうそう不安だよね。不安だし悲しいってなっちゃうんですけれども。<laughs> うん、じゃあまあそういうふうに限定するんじゃなくて、うん、純粋に体を休めたいかどうか、うん。あ、まあ純粋に体を休めたいかどうかは疲れてるかっていうと、なんかこの 蓄積した。何かがあるかなという気がするんですよ。なので、まああのどちらかというと仕事の方をして癒すみたいな感覚になってます。私はあの正直、正直な気持ちを自分に尋ねると主婦業を休みたい。 でも仕事は別ににそんな休みたいと思ってないですね<う>って言ら仕事をする時間をくれと思ってます逆にあの主婦業はし,<団>しないで仕事だけに集中する、うん、そうしたいのにいろんなことがあるからちゃんとできてない中断されてる、うん、っていうなんかこう若干家事を恨むような気がする、うん <laughs> 分断されちゃうからね自分の仕事編集に携わってる仕事がしかもそれを自宅でやってたら家事仕事にまた家族に合わせなきゃいけない部分がたくさんあって分断されちゃうっていうそれが嫌なんだせっかく乗ってきたのにっていうところで呼ばれるっていうのがやっぱあるのでだったらじゃあご主人は朝行ってきますって出て行かれるわけでしょそうですね 彼はね、あの、きっと満員電車に乗って、毎、毎朝大変な思いして、会社に行くと思うんですけども。とはいえ、仕事してるだけだよね、なんで。そうか。仕事してればいいんじゃ、いいんでしょう。別に分断されないんでしょなんて、ちょっとね、こう。いや、言いたくなるね。ああ、かるな、でもさ。そう、そう、あなたは仕事だけ。いいわよね、みたいな。私は仕事もあるし、家もあるのよ、みたいなね。で、そんな気分にもなりますよね。 そうだ、ね、まあそういう、うん、そう,いう,うな感覚に陥ってる主婦さんはね多分両方やってる方はね、うん、いっぱいいらっしゃるだろうし主婦、えー、業だけやってる専業主婦さんだってねもうずっと休みはないわけだからそうなんでだからもしかしたら休みたいと思っちゃいけないんじゃないかとかうん、うん、そういうふうに思ってる人もいると思うしう、ね、休まないのも休めないのも自分の心が思ってるわけでしょ。休まないよ 休めるわけがないじゃないの。でね、自分の心がそう思ってるとしたら。その休まない環境なのか、あるいは休めない環境なのか。まず、その外側の環境からちょっと考えていく必要がありそうですね。じゃ、ちょっとね、あの、本当に休めないのかっていうのを検証してみようかなと。思ったんですね。そうすると、まあ、例えば、仕事と主婦っていうので、まあ、比べてみたところ。まあ、仕事は。 上から休めと言われたら休めるで主婦は休めと言われても休めないそう。っていうのがあるかなと思ったんですよねちょっともう一回確認する仕事は休めと言われれば休める主婦業は休めと言われても休めないそうか面白いね面白い説だねで例えば仕事は周りが休んでたら休めるそうだねそういう時期まあ土日だとか主婦は周りが休んでいたら休めない ですよね私がやらなきゃってなっちゃうであとね仕事は例えば病気やけがをしたら休めるで主婦や病気やけがをしても休めないっていうのがあるかなと思ったんですけれども主婦は休めないんだ休めないんですねもう休めないそうですも環境的にも環境に伴う自分の心理もええ 休めない環境う、ねうん、休めない要素たっぷりというか、うん、それしかないという感じがしてきちゃうんですけれども、うん、そこで終わっちゃう <laughs> そこで終わっちゃう <laughs> 休まない、ね、リフリッシュありませんありませんになって本当に倒れてしまうのでうん、うん、ちょっとねじゃあどうしようというふうに考えていきたいんですけれども、うん、仕事は休める仕事は、うん まあ仕事といってもきっと会社の場合ですよねす上から言われるっていうことは。そうですね今で、ま、働き方改革でね、うん、休め休めって言われるわけだからね。カテゴリーとして分けると仕事と家事ではなく勤務業と主婦業というふうに分けたらいいですよね。うん、で実は仕事も家事も両方とも休めない。うん、でも勤務業業業だったら休休めめる主婦はないつまり農業の 人なんかね例えば家畜の世話とかねそれこそ稲の世話なんかあるわけだから仕事にもね本当にいろんな種類があるから休めと言われても休めない病気になっても休めないっていうそうですねつまりじゃあもうちょっとそれを丁寧に分けると何が休めるか何が休めないかって言ったらメンテナンスあるいは毛が必要なものあるいは育てる仕事これは休めないですねそれをね。 メンテナンスケアを怠った、ね、育てるためのケアを怠ったら。何も育たないですからねっていうね、てていうこと。なるほどね。あ、仕事でも、こう、やっぱり、そういう仕事っていうのがあるわけですね。だから、メンテケアを含めて、育てる仕事っていうのは。休めない。休め、あ、休めと言われても。休めない。うん。そっか、周りは休んでても、だからこそやらなきゃ。そうそう。 いけないのがメンテナンスケアの仕事。そうですね。だってね、鶏死んじゃうよ。本当ですよね。鶏。おねさんや、せあ、をやめたら死んじゃうね。相手がね、生きてるものだったら。ね、いだってね、ちゃんと手入れ。こっちの都合で休めないんですよね。だから、休めるのは働き方改革を推進している。お勤めの人だけ。 サラリーマンだったら、うん、まあサラリーでちゃんと給料っていうのがもらえるから、うん、まあそういうね有給休,休暇の制度とか、ね、まあ土日が休み、うん、祝日が休みっていうふうに、まあ、制度の中で休めるっていうことになりますよね制度に守られてるっていったら守られている。で,ねうん、でも、うん、とはいえその制度で休みがあります、はい、こういう休みがありますよなんて言うて。 でも、休めないと思ってる。今度、は内側の心理的な要因もあるわけじゃないですか。ええ、確かにね、サラリーマンだから休めない、休めないって言ってる人いっぱいいるっていう。ですよね。ええ、じゃ、もう一度話を戻すと、ええ、まあ、休みの制度があろうとなかろうと。とにかく、休みを取って、自分をリフレッシュして、再生者に備えようとするのは。うんはい、自分の意識をどう持つか、ええ、まあ。 これを自己管理っていうのかなそれはない限りなんであれ休めないし休まらないそうなんですっていうのが私たちの置かれてる状況か本当ですね制度に守られてはいないということですね自分で休むしかない自分で休むしかない覚悟と勇気を持ってなんだそれすごい嫌い必要なの休むのも 覚悟と勇気がいるわけですか本当に戻してるのと一緒だな一緒ですね覚悟と勇気を休めばいいんでしょうっていう話ではなくてしっかりと自分の意思で誰に頼ってもいけないとそうだねまあなんか自己管理つまり自分軸になって主体的な選択決断をして休みを取らなくてはならないであるならばまあ いいやいや大変だよね例えば自由でね <laughs> 私もなんかある意味究極のフリーターみたいなもんだから「お仕事休みます」って言ったら次仕事が来なくなるっていう恐れも受け止めていかなきゃいけないしね,そう,ねそういうリスクは絶対にありますよね休むってう。うん、それでももう体を壊しちゃったらどうしようもないからそこで「休みます」って言えないといけない。うんうん、そうだよね、うん 休まない方が楽っていうことはありますよね。きっとね。そうだよね。いろんな不安を持たなくていいし、まあ、仕事してれば問題ないでしょみたいなね。ことにいっちゃいますもんね。うんうん。ああ。そうだね。ね、休む人はちょっとこう、休んでるよって言われる社会にいる。っていうこと。だけど、それを乗り越えて。休む。時は休まないといけない。じゃ、あ主婦はどうやって休みます?。そう。 主婦。うん、主婦ですよ。主婦ですね。うんうん、なんかそれはね、ちょっと考えていかなきゃいけないんですけれども、うんうん、まあ。家にいる限り休まらないでしょで、ね、家にいると。うん、洗濯物が毎にそう、に作るそうだよね, <laughs> ね,ね。家がね、その家事業っていうかな。えーはい 主婦業の現場だから、うん、どうしたってその現場にいたらねその現場の中で私だけ布団に入ってリラックスしてるってなかなかできないよね,ね会社のオフィスでリラックスできないですよねそれと一緒だよね,ねつまり断捨離だねつまり離、うん、距離の離そこから離れないと休めないし休まらないしあ、うん、まあ離れてこそ休めるっていうところに自分のマインドをシフトしない限り休む なないい地獄は続くかもしれないってことだねそっか主婦はじゃあちょっと家から出てしばらく旅行にでも行けたらいいですけれども会社の人は会社にいる限り休めないわけだからうん、うん、会社から離れて休むわけだもんねだから同じことを主婦さんもしなきゃいけないってことだ。あそっかやす休むとは離れることと見つけたり。あ 離れる離れる男車に乗りだと見つけたわけだけど、うん、何から離れるんだ結局っていう、まあ、そのね現場から離れて,離れてまあそういういろんな現場にくっついてくる、うん、まあ人,人間関係というか。そうそうそうだからそうう、ね、やっぱりねその私がやらなくちゃっていうその義務感から離れる。 っていうのが必要だと思うんですねだからその義務感から離れるということはまあ権利と義務が一緒だとしたら権利も放棄するというような覚悟と勇気もいるのかなみたいな大変だね。 この書籍キッチンの断捨離を本体無料、送料、手数料550円で送らさせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンをご覧の方はぜひ下の概要欄から、そしてテレビをご覧の方はこちら QR コードですね。こちらからぜひぜひお申し込みください。お待ちしております。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価と チャンネル登録をお願いします。そしてさらなる男の情報はこちらからゲットしてくださいね。